ます。フォトシンです。今日はですね、まあ最近ね、ちょっと高い山、北アルプスとかをね登ってたので、ちょっとまあ一休みしたいなと思ったのでね、少しまあ地元の落ち着いた山をね登ろうかなと思ってね来ました。で今日はまあ何を望んできたかっていうと、まあ流雲っていうね、まあ滝雲ですよね、を見たいなと思ったので、まあそれをちょっと撮影しに来ました。でね、まあある程度今日の、まあ、天気とか、まあ、あと気温とか湿度とかねっていうので、まあ大体雲がどのぐらい発生するのかっていうのは予想してて、で大体こういう雲がこう流れるところって、まあ、地形上とか、まあ、あとはもうその土地のこう何ですかね、湿度とか、まあこもりやすかったりとかね、まあそういった感じで大体決まってるので、毎回起こるとは限らないんですけど、まあそういうのが発生しやすいポイントってあるのでね、今日はそこをめがけてね来てみました。で今後ろを振り向くとね、すさまじい流雲が流れていて絶景ですね。でまあこういうところに来る時っていうのは、まあピークが見えてて、あもう滝雲になってるなっていうのををちゃんと確認してからピークに行くっていう方法か、まあ、それは遠くにから見て見ないと分かんないんでどうしようもないんですか、もしくはもう賭けですよね。もう大抵の場合は雲の中にも自分がいて、ここって流雲の中にいるのかどうなのかっていうのが分かんない時があるんで、もう登ってみるしかないので、一番はピークを確認して、あそこは晴れてるなっていうのを確認して、そこに流雲がこう流れてるなっていうのを見た上でそのピークを目がけるといいかなっていう感じですけど、まあ、今日はそういったポイントをねちょっといつもね撮影してるところなんでね来てみました。でこれからね太陽が上がってくる感じなので、どんどん雲も来るしね、うん、いい感じですね。あんまりこうさっぱりとはしてないんですけどね、でもまあ心地よく撮影ができるかなと思うのでね、誰もいないですし、じゃあちょっとカメラをセットしてね、早速撮影したいかと思います。気持ちいいですね。ちょっとねカメラをねセットしましたね。でちょっと構図とかも確認しながらやってるんですけど、ちょっとまだね辺りが暗くてね、まあ僕もまた真っ黒クロスケみたいな感じになってるんですけど、まあ本当は太陽上がる方向って今ねここちょっと見えてると思うんですけど、このオレンジなポイントよりももうちょっと左、まあ、北寄りの方になるので、直接的な太陽が多分入ってくることはないんですよね。ただこのオレンジの光のエレメントがこっちに漏れて出てきて、今日幸いねこの右側の方は
少しこう晴れてるので、このオレンジの要素がこの地表というかこの山肌に届いてくれるかなっていう感じです。じゃあちょっとねゆっくりその瞬間を待ちたいと思います。今だいぶね東の空がね明るくなってきて、まあこのまま暖かい光がわっと広がるんかなってこう思ってたんですけど、急にねこう雲が通過して、まあ、湧き始めてね、僕の後ろの西の方からずっとこっちの東にかけて今雲が越えてったっていう感じなんですけど、なので一番いいねこの太陽の光が当たってくる上がってくる瞬間がねちょっとこうブロックされしまったんだけど、だけどねすごいね幻想的な景色が見れて、迫力のあるねこの場にふさわしい感じのね景色が見れたんかなというふうにね思います。なのでちょっとねこの Vlog する前に実は撮影もバババババってやってたんですよね。もうちょっともうすごい目まぐるしくこう光景が変わっていったのでちょっと忙しかったんですけれども、ちょっと今動画撮ったりはしてるんですが、でまあそのねこのグルーミーなこうどんよりとした雲が越えてくるのと同時に、この下の谷間からこう雲がねどんどんこう登って、この稜線というかね、まあ、ちょっとこう下がってるところをねこう雲が登っていくんですよね。でそこがねすごい幻想的で素晴らしかったので、まあ、それを含めたこうドラマというかをねなんかこう撮影できたらいいかなというふうに思っていました。でまあ元々はね光がこう当たってこの下にあるね岩があって、僕ここの岩がすごい好きで、まあここの岩を前景にしてその先に鉱山があって、まあ、鉱山の跡地があって、でその先に太陽の光がこう柔らかく当たってるっていうのを今日はね描くつもりだったんですけど、まあ、ちょっとこんなグルーミーな雲が来たので、まあ、逆にねそれがすごい、うん、迫力があってねなんか良かったですね。でまあカメラの設定はね今回は、ちょっとねハイライトの部分が太陽の当たってる光がねこう照ってるところっていうのが結構強かったので、そこをねリバースナノっていう、まあ、西のフィルターでですねこうカバーして、まあ、中央が、まあ、明るいのでその中央部の露出を抑えて、まあ、そのグルーミーな、ね、雲のコントラスト、なんていうかなその質感というかをね出したかったので、なのでちょっとねリバースナノを選択して今回はねやりました。でまあ必然的に長時間露光になるので、まあ、大体10秒から20秒ぐらいの、ね、長時間露光になって、で雲も結構動きが早いので、まあ、そういった雲の動き、下からの登ってくる雲の動きと上からこう向こうに向かってね、この光に向かって伸びていく、その何とも言えない世界というか、まあ、そういうのがなんかできたかなと思うので、これは本当フィルターがないとねできないことなので、まあ、こういう時にフィルターってすごいなんかね便利かなっていうふうに、ね、思います。だいぶ今下の雲がねだいぶ引けてきたなっていう感じですが、すごいですね一瞬でこう景色が変わるのはね本当にすごい。まあ前回ねちょっと残念な結果だったんですけれども、今回もねなんか 100% とはいかなかったんですけど、でもこれはこれでなんか予想外のねなんかシチュエーションになって逆にすごい世界ができたと思うのでね、なんか良かったんじゃないかなと思います。またねなんかスカッと晴れるようなねなんか気持ちのいい日にね行きたいですね。紅葉も綺麗だしいい日でした本当に。